超ただし中は、東京在住の台湾人小説家、随筆家。台湾、台北市生まれ。台湾東呉大学英文学学科卒業。文化大学大学院英文学修了。日本は世田大学別科日本語専修修了。東京デザイン、専門学校雑誌編集デザイン学科卒業。2005年から2006年に、東暮大学中国文学科講師として務め。 現代三文、現代小、比較文学などの講義を担当していた。大学在学中の1997年、小説、静海が台湾教育部文学賞を受賞。その年の7月からは台湾の大手新聞、中国時報で長編小説、岸上的心の連載を開始し、翌月には書籍として刊行され、文壇にデビューすることになる。 さらに12月には、随筆、白色浮が両実のる秋三文章を受賞した。その後、長編小説、短編小説集、随筆などを次々に出版し、台湾各界の多くの章を受賞する。2008年からは、東京に拠点を置いて、執筆活動をしており、それ以降の随筆は、東京をテーマとしたものが多く、東京を中心とした日本各地の魅力を伝える。 旅行ガイドブックなども表している。2009年から台湾、香港向けの訪日旅行メディア、ほほ日本の編集長としても活動。また、2010年からは大阪の映像制作会社による台湾向けネット、観光番組、超多出し中の大阪、我が来りなどの動画にもリポーターとして多く出演している。大阪の映像制作会社による YouTube チャンネル、 レッツジパンチが台湾向けに配信する動画に多く出演している。ありがとうございます。